前に入った私たちが音楽の街浜松をさらに盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。最初にお送りさせていただきました曲は皆さんおなじみの浜松鹿でした。市民に愛されているこの曲鹿ですが、実は私たち浜松の女子高生男子高校生のカラオケの定番曲でもあるんです。続いてクラシック曲を2曲続けてお送りさせていただきます。1曲目はゴールデンジュビリーです。爽やかで明るいマーチなので楽しく聴いてくれると嬉しいです。2曲目はシンフォニアです。愛をテーマに書かれたこの曲は浜松市立高校美食作品で、作曲者の柳沢聡さんは私たちの校歌も作曲してくださっています。神秘的なメロディーをぜひお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
2022年に流行った曲を続けてお送りします。何の曲を演奏するのかはお楽しみです。まずは誰もが知っているあの番組のテーマ曲から演奏します。それでは続けてお楽しみください。どうぞ。Thank you.
ですね。ダンスのみんなも、あやねちゃんもキレキレで最高でした。ありがとうございます。会場の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。さて、続いてお送りする曲は合唱曲の明日夕日がです。実は今日は浜市西部を選んでくれた22人のういういしい1年生の初ステージなんですよね。1年生のみんなは今その場で手を振ってもらってもいいですか？ところであやねちゃん、先輩になった気分はどうですか？正直不安もあります。でも可愛い後輩ちゃんたちとさらに上を目指して頑張ります。そろそろ準備が整ったようなので演奏に移りましょう。吹奏楽の綺麗なサウンドと透き通る歌声に注目してお聴きください。それではどうぞ。
ていただきますのは、世代を超えて盛り上がれるあの曲、そう、親や盲人曲。実は5月3日に参加させていただく吹奏楽パレードでは、パレードバージョンの親や盲人曲を演奏させていただきます。お時間がある方はぜひご来場ください。さてさて、浜市水部の歌の筋肉お姉さんと六方兄さんを呼んでみたいと思います。せーの、よーめーさん、六方兄さん。ひろとお兄さんも、みおお姉さんも、元気元気。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。こちらから催促してアンコール申し上げられません。この4月から、浜松市立高校吹奏楽部の指揮者になりました戸塚といいます。よろしくお願いします。じゃあアンコールの準備をしていただいてその間つなぎます。生徒たちと一緒に4月から、前 の, 加藤光太郎先生の後を引き継いで、伝統ある学校をやらせていただくことになりました。まだまだ、指揮者としては未熟ですので、皆様方のご指導を仰ぎながら、生徒たちと一緒に頑張っていけたらいいなというふうに思ってますので、これからも浜松市立高校吹奏楽部をぜひ応援していただきたいなというふうにこの場を借りて、よろしくお願い申し上げて、アンコールの演奏に入りたいと思います。本日は、最後までお聴きくださりありがとうございました。それではアンコールチェリオマーチ、途中で生徒たちが考えた歌詞、歌がありますので、ぜひ聴いていただいて一緒に楽しんでいけたらなといただけたらなというふうに思っております。本日は本当にありがとうございました。